今国道17号線沿いのですね、ケーズ電機上尾店前にあるですね、オートパール上尾さんです。ここでレトロ自販機でですね、食事したいと思います。店員さんにですね、了解いただきましたんで、今から撮影したいと思います。ではまずはですね、天ぷらそば、で先にこっちのですね、ヘルスパシフィックでトースト返しです。でこっちもそば、調理がですね、ダブル調理です。皆さん、ダブル調理、ダブル調理ですね、ダブル調理で一緒です。トースト中も光ってますよ。皆さん、トースト中も光っております。ダブル調理中です。ダブル調理です。あ、これまずできちゃうんでね、見せます。皆さん、できました。はい、美味しそうな天ぷらそば出てまいりました。よいしょ。あ、これもトースト出来上がりましたね。ゼロゼロになりました。うわ、めっちゃくちゃ熱い。熱いです。熱い。ちょっと一旦切ります。はい、ではいただきます。こんなですね、大きい天ぷらが乗っておりますよ。どっさりですね。すごい、あのそばもですね、すんごいボリュームですよ、皆さん。すんごいボリュームです。すごいボリュームですよ。いただきます。うん。うん、うわ、わかめも入ってますね。わかめも入ってます。東京から一番近いと思いますよね。お、やった、やった、うずらの卵が入ってました。サービスいいんです。うまっ。うん、染み込んだのが好き。そうですね。うん。とてもですね。次はですね、これトースト250円、このですね、オートパラーデオさんだけなんです。違うところもあるかな、相模原もそうかな。これですね、コンビーフですね。皆さん、コンビーフが挟まってますね、トーストの。うん、コンビーフね、
マーガリンと染み出てすごい美味しいですよ。辛いの入ってるかな、マスタードが。うまっ。ほんと美味しかったです。ごちそうさまです。じゃあちょっとこれ片付けますね、皆さん。ここにですね、入れて、台も拭いてですね、これゴミ捨てるとこどこだろう。はい、ちょっと一旦切りますね。はい、じゃあこれ最後にしたいと思いますけども、オートパーラー業さんですね、こちらは、午前7時からオープンなのでですね、皆さん24時間営業じゃないのでお気をつけてください。とってもですね、コンビーフのトーストがとっても美味しかったです。そばもですね、すんごいボリュームで300円、すんごい美味しかったです。皆さん、オートパーラー満腹とお違いでしたね。あそこはもう閉店しちゃいましたけども、はい、末永く続けていただきたいと思います。オートパーラー業さんですね、本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。